これで一安心ね。追い払ってくれてありがとう。私雲だけは昔からどうしても苦手で。それにしてもさすがは男の子ね。ごめんなさい。アドル君は21歳だったかしら。もう立派な大人の男性だものね。前に話したかもしれないけど、私には子供が6人いね。それも見事に全員男の子なの。みんなアドル君ほど強くなければ勇敢でもないけど、どうしても重ねてみちゃうのよね。みんないい子で、旦那もしっかり者だから元気にしてるとは思うんだけど。え、その発想はなかったけど、確かに私が生きてたって知ったら腰を抜かしそうね。アドル君の言う通り、その反応を見るのは楽しみかも。元気づけてくれてありがとう、アドル君。これはほんのお礼よ。ほんとかわいいんだから。さてと、ここにはお腹を空かせた大きな子供たちがたくさんいることだし、今日も精のつくものを張り切って作らなくちゃね。